今日のメンバーをご紹介いたします。司会進行は情報戦略アナリスト令和先行塾塾長の山形志です。今日は帰ってきたブラックスワン桂木奈美さんです。はい、戻ってまいりました。よろしくお願いいたします。いつも言ってくれましたね。なるべくなるべくもう本当に冷たい。そして、オレンジ色に燃える憎いやつ、夕刊フジ政治部長矢野正史さんです。はい、よろしくお願いします。千葉科学大学客員教授、元陸将中部方面総監、休み時間の将軍、山下博隆さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今から休み時間と思って飛ばしてください。さあ、そして、自民党前衆議院議員、長尾隆さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ちょっと今日もマスクで失礼をいたします。申し訳ございません。はい。はい、差し障りがない程度にお願いいたします。お話してくださいね。はい、なんかリハビリやっちゃいけないんですってね。そう、自然に、あんまり動かしちゃダメみたい。ね、あんまり動かしちゃいけないんですか。うん、動いてるところを動かすのはいいんですけど、うん、動いてないところをこう、はい、動け動けっていうことはやめてください。この話題振りまくるってどうなんですか。それは大丈夫。大丈夫ですか。日常生活ね。それねえ。それで回復を遅れちゃったんですか。それで回復遅くなっちゃってね。はい、お医者さんに怒られて電話かけちゃったね。はい。では矢野さん、夕刊フジ、はい、今日の読みどころお願いいたします。よろしくお願いします。これ今日は大きい見出しがついてますが、岸田増税、財務省べったり、財界賃上げ絶望というですね。ちょっと激しい見出しがついてますけどね。夕刊フジはですね、防衛力強化、防衛費の増額というのはもう一貫して支持してきたんですけども、ただこの先週10日のですね、岸田さんのちょっと記者会見以降ですね、ちょっとこれはなんかやり方が間違ってないの、うん、っていうことでですね、まあ記事をちょっといくつか連発で書いているんですが、今日はですね、まずその10日のですね、まずあれですね、防衛費の強化の具体的内容も示さずに、また国債発行も排除した上でですね、いきなり増税っていうのを持ってきたことですね。それとあと昨日の自民党役員会で、これ岸田首相はですね、今を生きる国民の責任としてしっかり重みを背負って対応してほしいと。これ、ま、増税を背負うのは国民の責任みたいな話をしてるわけですよ。これなんかね、ピントがずれてんじゃないのというので、まあ、これ当然自民党内からまた高市さんとか、西村さんとか閣内からも批判が出てたんですけども、今日はこの財界からですね、経済同友会の、桜田代表幹事がですね、これ当然ですけど、まあ政府は今まで賃上げを要求してきましたけど、こういう増税ですね、どうやら法人税で 5% ぐらい上がるらしいんですけど、そしたら当然賃上げに水を差しますよと。これもう絶望的になってきたんじゃないかなという話が一つ。あと、これ一面のこれ松井一郎さんですけども、これ参議院選挙で実は聞いてないんですね、この増税に関して。防衛費を上げるっていうことは岸田さん言ったんですけども、増税になるとは一言も言ってないと。で、ならば国民の信を問えと。これまあ、当たり前というかですね、確かにそういう意見も出てくるなと思いますね。しかしなんかね、賃上げしてほしいと、で一方で投資もしてほしいと、でも増税せよと、でそれみんなで背負ってねと、はい、なんかもうむちゃくちゃですよね。ブレーキタクスル両方いっぺんに踏めって言ってるようなもんですよね。これって基本的ななんか考え理解もなく言ってるんですかね。いわゆる政治家、まあ、特にリーダーは国民とかですね、うん、まあ、少なくとも党内をですね、説得納得させる力がないとダメだと思うんですよね。うん、で全く党内も閣内も納得させられない、うん、はい、で国民から批判が出てる、うん、でこの実は記者会見に合わせてうちは世論調査やってみたんですね、はい、ツイッターで、はいはい、そうすると、絶対反対と、あとまず先に国債とかですね、その
景気を回復させて税収増をやるべきだっていう意見を合わせると 93% ぐらいがこの増税方針に批判的なんですよね、うん、ですからねこれはちょっとこのまま強行しそうな雰囲気ですけどもこれ自民党にとってこれが得策なのかなと僕は思います ね。長尾先生ずっと岸田政権はですねその支持率をずっと気にしてで何もしないことで支持率を維持するみたいなそういうおとなしの構えもあったわけなんですがここへ来てですねもちろん国民からも財界からも、党内からも閣内からも反対意見が出ることを強行しようとするっていうこれこの表現ぶり一体何なんでしょうか。まあ、表現ぶりとかもう要はもうどっかの誰かが財務官僚が官邸官僚の中にいて青写真をそのままなぞってるだけなんじゃないですか。だって党内で今矢野編集長が紹介していただいた通りのことになりますよとこのままだったら絶対ダメですよっていう議論がもう支配的なんですから、うん、自民党の中だってこれ参考までにこうなりますよ。参考までに財務省出身の政治家ってどうなんですかこういう時黙ってますよね。黙ってるんですか、うん、財務省出身で反増税言ってるのは片山さつきさんとかあとまあ数人ですよね、あら反増税の主張をしていた国会議員の部会等々の発言ではこうなりますよということをどれだけ発言してるかわからない。ですからもう夕刊フジさんが報道する通りにほらなっちゃうよねと。そういえば確か3週間ぐらい前に国内への投資をねどんどんと促しましょうっつってなんか胸張って官邸は記者会見してた記憶があるんですけど、はい、山岡さんがいやこれ投資にだって影響出てくるよねって、ほんなもうせっかく投資をしましょうしましょう言ったって増税を打ち上げる状態なんて誰が賃上げやりますか誰が増税やりますか誰が投資をやりますかってこんなことも小学生に失礼ですけど小学生でも分かる話ですよ。何の整合性もないことを平気でやるとだから読むだけになっちゃってるんでしょうね、まあ、何にも見えなくて何年まあ青写真をそのままこうなぞってるだけなんですよ。本当に失礼なこと言いますけどもう間違いないですよ。山下先生これ非常に懸念するのはですねその本来この3文書を見直すということで今もうこの国際情勢がこういう状況ですからこれはその内容防衛政策の内容を徹底的にここで見直さなきゃいけないという局面なわけですね。で本来そこに全力を尽くさなきゃいけないわけなんですよ。ところが増税するしないの議論になってですね肝心の議論がお留守になってるんじゃないかと。今やらないといけないのはその例えば43兆円がいいのか悪いのかそれから43兆円の打ち上げの例えばスタンドオフ攻撃能力が5兆円装備品の維持整備が9兆円隊舎のあるいは宿舎の整備が4兆円とかですねこれでいいのかとかあるいは南西諸島に部隊を展開する時の機動力が足りないので輸送船8隻それから輸送機6機空中給油機10機民間船の借り上げが1000億とかそんなのでいいのかっていう中身の大きいところですよ、はい、を議論してやっぱりそれで足りないから44兆に持ってこうとかですよね。その話をすべき時に、はい、なんで増税なんだっていうやられてるんですよ。そうですよね。だこれ矢野さんこういうのやっぱり中身普通に考えたらですよ我々一般社会人の観点からしてまず中身をしっかり詰めてでいくら必要なんだとじゃあそのエクストラの部分はじゃあどっから持ってくるんだとそれはじゃあ増税しなくても持ってくる余地があるはずだとそういうふうなこう順番でいかなきゃいけないわけですよね、うん、その一般社会人でも当たり前なこの議論のプロセスを完全にひっくり返すとこれすごいことじゃないですかね。いやもう政治センスがないとしか思えないですよね、うん、これまああんまり比べたら失礼ですけど安倍さんだったらもっとうまく世論を作るように根回しをしたりメディアに出てですね、ちょっと何ですかね分かりやすく説明してですね理解させるって努力をしたと思うんですよね。ところがなんか強行突破するような話になってるしでそもそも参院選で聞いてないっていうのこれ騙し討ちですよね。そうですよね。これ多分ね、うん、もう夕刊富士さん多分もう取材に動いてらっしゃると思いますけど
昨日一昨日あたりからとにかく議員の個別の会合がものすごく増えてる、うん、ああこれどうよと、まあ、どうよっていうのは要はこれ下手すると持っていく方に間違いがあると本当政局になりますよ、ええうん、いや本当そうなんか自殺行為してるのかなっていう感じですよね、うん、これ野党どうなんですかねっていうのはこの間CPAC ご一緒しましたけれどもあそこで某野党のですねあの某党首の方がですね玉木さんがですね、うん、明確に、増税は必要ないんだとつまりその必要なことは増収ですね税収増加であってですねであって増税ではないんだということを財務省出身の立場で、おっしゃってましたねだから今回は他にいろんな財源があるから今増税という話をすべきではないということね税収を上げるのは税率を上げることではないという話です、はいまあ、そういうことです玉木さんと同じセッションでね議論をあの日、はい、僕もやりましたけれどあって68兆ですよ、うん、今度の税収の予測がバブルの時でしたら62兆ですからね、うんまあ、この68兆の中にはね、まあ、コロナ禍でねちょっといろんな施しがあって一部 の企業がめちゃべらぼうに儲けてるっていう実際多くの4割弱の企業が過去最大の利益上げてますんでね、うん、もうボロボロの業界もありますけれども、うんやっぱりちょっとそういう議論をねいくらでも巷にあるのになんで、政府あと政府税調自民党税調の幹部自民党税調だってねもう大変な大騒ぎになってますからねだけど幹部はなんかもうこれでいいっていうことで決めたような報道をね先にやらせてますよね、うん、いやびっくりですねなんかそういういろんな議論があるので全部無視してそうなんですはい国民の背中に背負ってくださいっていうね、はいいやびっくりしましただから13日のねさっき矢野さん紹介された発言はまずかったと思いますよ、うん、致命的だと思いますけどねはい、うんはい、じゃあ次の記事いってみましょう矢野さん、はい2面に出てますけどもありますねこの左側のこれは、ありますね南西諸島有事の増援強化というこれ産経新聞が今日報じてた1面で報じた記事ですが南西諸島で有事が起きたときに、これ県外から機動展開能力って、まあいろんなですね、応援部隊みたいなのが来るのに、今の、なんて、体制では弱いというので、来年以降5年間で輸送船舶8隻、輸送機、空中給油機、計16機などを増強すると、そういうのを報じたんですね。ただまあ来年から5年間って言いますけど、うん、まあ、今もしかしたらですね習近平は来年以降危ないとか今年の年末から終わりで、うん、ね危ないって言われてるのに大丈夫なのかなっていうので八重山日報の中新庄さんに今朝ちょっと聞いてみました、うんはい、するとですね、もう石垣市議会とか与那国の町議会が開かれるたびに今ですねもう台湾有事の話がもう頻繁に出てるとで地元では本当に危機をリアルに感じてるとそんな時にこれから5年間なんてなんてのんびりしてんですかねっていう感想でしたね、うん、そうですよね、うん、地元の方だってちょっと焦ってくるそうですよ、ね、と思うんですよ、うん、さっきのセッションでね山下さんが私がちょっと NHK のねニュースで与那国島の島民が戦車が走ってきたのを見て動揺してますみたいなのそっちの側のだけを放送してたんですよ、うん、それいかがなものかって言ったらそういうのはこう絶滅危惧種だと絶滅危惧種にわざと光が当たるような報道してるって言ったんですけど今の話にも通じるものを感じましてね、矢野さんがおっしゃったように石垣島の島民の皆さんなどはちゃんと対処できるのかっていうことを本気で心配しているのに、うん、そっちの声があんまり拾われないじゃないですか八重山日報は別としてですね、これをどんどん取り上げてほしいですね、うん、自衛隊のその師団とか旅団をその向こうに持っていくための輸送いわゆる機動手段を今予算化したんですけどそれより最大の問題はですね例えば宮古島、与那国島、石垣島って5万人住んでるんですよ、うん、5万人の人間を全島避難の時に避難させれるのかと、うん、で15分間隔で航空機を24時間フル稼働させて離発着させたらそれでも数十日かかるんですよね
それを宮古島に運ぶんだったら、それがぐっと縮まりますけど、宮古島だって逃がせってなったら、沖縄本島に持ってこないといけないんですよ。で、船はそういう枠組みはないんですよね。船員組合が反対したら使えないし。で、仮に10日間、あるいは半月かかるとしたら、政治家の皆さんはその間合いで全島避難の命じれますかっていう話なんですよ。それから今、国民保護法による住民避難は、武力事態、あるいは緊急対処事態しか適用されないんですよ。じゃあ、存立危機事態の時はどうするんだっていう話ですよ。だから武力攻撃事態認定しないと住民避難できませんからね。そういう法的なのもいっぱいあるんですよ。だからこれだけじゃないですから。まあ、輸送船の方はもうすでに前中期から陸上自衛隊が輸送船を要求してますから、輸送船は出てくるんでしょうけど、空中給油機の10機っていうのは、これアメリカ側に全部お金払うってくるんですよね。空中給油機10機ってすごいなと思いましたけど。で、飛行機も船もやっぱり作るのは時間がかかりますからね。そうですね。はい、ただ、矢野さんが言われたように、今からかよっていうのはですね、逆に言ったら、今まで何やってたんだっていうことですよね。それを抑えてたのは、某省ですから。あ、立派な方々もおられますよね、財務省には。来た来た。そこで休憩時間ですよ、大丈夫ですよ、山下さん。立派な方もおられますよ。でも、その財務省を叩いてきたのは事実ですから、責任取ってもらいたいですよね。これはですね、増援強化のための話ですね。5年間これからかけて増援体制を強化していきますと。あと山下先生からご指摘があった住民の避難というのはまたこう違ってくるわけですよね。その住民の避難に要するそのキャパシティ、インフラというものをまた別に求められるわけであって、これとまた違うと。で、それも足りない。で、かつ法的にもですね、その武力攻撃を受けるまで、その法律が稼働しないと。武力攻撃された時も逃げられないですから。だからあの時平和安全法制でも、存立危機事態とか、もう重要影響事態でも、という議論あったけれども、結果、まあ、武力攻撃ね、もう専守防衛でね。いや、もうそれ狂ってますよ、ね。ちょっとあとやっぱ台湾にも、2万人の邦人がやっぱり、住んでるわけだから。24,165人。で、結構台湾のその企業が、じゃあその、避難をどうするのかってことを、会社の中でマニュアル作ってるか作ってないかって言ったら、大体作ってるところは2割強ぐらいしかやっぱりなくて、これから作るってところは4割ぐらいだったりとか。うん、そこを全力でやらなきゃいけませんね。こういうことをね、やっぱり本当に今やっていかなきゃいけないっていうか、5年ぐらい前からやってなきゃいけなかったって話、ね。いや、本当そうですよ。もうすべて。だったらまあ今からやろうよと。そうですね。もうしっかり、まあ本当政治家はね、しっかりやってほしいですよね。はい、矢野さん、次の記事をお願いします。はい、同じ面のこの右側ですね、元国家安全保障局次長の金原信勝さん、これよくテレビ出られている方ですが、今週1週間の連載をやっていただいています。日本の覚醒ですね。今日は3回目になるんですが、海上保安庁と海上自衛隊の、まあ、連携に関して、それをまあ歴史から振り返るというような形の記事になっています。実は帝国海軍が解体されてから、海上保安庁の方が先にできて、その後海上自衛隊ができてるんですね。で、その海保ができた時に、まあ、気象という、これ胸につけるんですかね。山下さんもいっぱいつけてたはず。そうです。それのデザインのと、はい、どうしようかっていう時に、初代の長官ですか、大久保さんですね、確か。その方が、桜っていう案も出たんだけど、桜は軍隊にとっておこうと。うん、俺たちは、寒い、冬の、海軍にとっておけと。寒風の中で先に咲く梅でいいと俺たちはと言って梅になったっていうんですよね。いい話ですね。そういういい話をまあ紹介しながら、それでもまあ、連携しなきゃいけないっていうのは確かにあるんですけども、海上保安庁25条でですね、非軍事っていうのがもう、書かれているので、これはまあ連携するには、内閣ですね、首相や官邸の、決断とかですね、そういうことが台湾有事を見据えた動きが必要だという、まあ、使命になってますね。そうですね。これ山下先生、この起きてましたか？起きてますか？はいはい、その海事と、それから海上保安庁、
これなんですけども、その今のね、あの海上自衛隊法第25条です。海上保安庁法です、ね、海上保安庁法、はい、そこで、あ、そうそう、それで明確にその非軍事軍隊ではないということを謳ってるわけなんですけれども、しかしそれがですね、あたかもそのアンチであるべきではないわけですよね。自分たちはそのあくまでも警察組織であって軍隊組織ではないというのは、まあそれはいいですけれども、しかしだからといってアンチ軍人になって、アンチ海人になって、なんか一緒にされること絶対嫌だ、協力したくない、俺たちは全然違うんだ、ここは俺たちの島だ、そういう方向に行ってしまうと本当に困るわけですよね。某放送局のそのドキュメンタリーで、海上保安大学校だったと思うんですけど、の教育現場に防衛省の役人かなが来ていろいろ説明してて、最後にその教官が言ったのは、海上保安庁と海上自衛隊の決定的な違いは何かっていうのを学生に質問したら、学生が、我々は軍事行動を取らない軍隊ではなくて警察機関ですと、司法機関ですって言って、それが最大の違いだって教えてるわけですよ、うん、ずっと多分教えてるんだと思うんですよ。そのマインドが染みついた人間たちに、防衛大臣の指揮下に入って軍事作戦の一部を担えというとアレルギーが出てるんですよね、うん、だから今までの教育の仕方があれで良かったのかっていうこと、そういうことですね。今はもう間に合わないですよ、うん、もう尖閣に行ったらこちら30ミリ砲だけど向こうは76ミリ砲も積んできてるし、もうヘリコプターはもう武装用のが入ってるしですね、もうだから申し訳ないですけど、海上保安官の方々はちょっと頭切り替えてもらったですね、ある程度の軍事作戦を担うっていう形になってもらった方がいいですよね。これ日本人の特性として、うん、本当に切羽詰まるまで一度決めたこと変えられないってなるんですよね。一回決めちゃうとそれにすっごい縛られるんですね。もう縛られちゃって自発的に変えられないじゃないですか、うん、はい、ここまで切羽詰まってるんだから、うん、で実際相手はだって海警はもう海軍化してるんだから、世界のその、あ、どうぞ。その海警法がねできた時に、自民党の中でも海上保安庁25条ね、やっぱり考えなきゃいけないだろうということが、かなりねいいところまで議論いったんですよ、かなり積み重ねて1ヶ月半ぐらいやったんですよ。でじゃあ最後どうするって言った時に、今まで一回も出てきたことないような議員がうわーっと押し寄せてきてポシャったってことある。でね、まあ桂木さんとよく尖閣に、はい、行っていた頃と、うん、今海上保安庁全然感覚違いますよ、霞が関の中。ああそうです、とにかく今はい、柳先生がおっしゃられたように、はい、金華城のようにここだけは絶対動かせませんと、いきなり、まあ、だいたい某派閥の議員が、なるほど、うわーっと来て、それは反対だと。これはもう25条はそのまま維持するべきって。とんでもない人数の議員が、お前一回も来たことないだろうっていう議員がうわーっと来て潰されたことがある。工作ですね。そうですね。それは工作です。まあ最後は数は力なんだよね。ただでもそれこう、そういうの工作っていう。まあ僕らそれに敗北したんですよ。それは工作さ、数が足りなくて。じゃあちょっとここで、あちら側の主張っていうのをちらっと見てみましょうか。はい。すいませんでした。はい、どうぞどうぞ。はい。あちら側の主張から、欧州左翼団体と連携。